そうですね、PS5 のパフォーマンスがあって、なんか初めてね、グランツーリスモというのは、まあ、過去のシリーズからずっと続けてきて、こう確かなリアリティが感じられるようなレベルに達したんじゃないかなっていう気が個人的には思っています。ハプティックス、あるいはまあアダプティブトリガーの使い方なんですけれども、一つはそのなんて言うんでしょうね、そのブレーキのフィールですね。あるところまではちゃんとブレーキが効いてるんだけれども、あるところからブレーキがロックして突然こう制動 G が抜けるっていうことが起きるんですけれども、まあ、そういった表現に使おうとしています。グランツーリスモ7で、まあ、スケープスもレイトレーシングに対応するので、やっぱり車の見え方はぐっと良くなりましたね。以前だったら、あ、これ CG かなって分かっちゃったような絵が、やっぱり全く CG に見えなくなってくる。それがレイトレーシングの効果です。4K で、まあ、60p で、でさらに HDR になってくるとですね、こうトラック上を自分で走っている時に感じるこのリアリティっていうのが、やっぱりあるレベルを超えたなっていうふうに感じる瞬間があります。自然な感じというのは、まあ、これまでね、グランツーリスモが追い求めてきたものでもあるので、それはね、やっぱりちょっと感動しましたね。プレイステーション。